柴田勝家とは戦国時代の武将、大名です。勝家は尾張の国愛知郡上屋城村で生まれました。若い頃から織田信秀の家臣として仕え、彼の死後はその子信行を支持しましたが、信長と対立して敗れた後は信長に仕えるようになりました。上洛作戦や畿内平定戦などでは常に先鋒を務め、その猛勇ぶりから鬼柴田、かかれ柴田などの異名を持ちました。1573年、越前朝倉氏を滅ぼした功績で越前の国北条城主となり、75万石を領しました。また、1582年には信長の妹で戦国一の美女と言われたお市の方と再婚しました。しかし、同年に本能寺の変で信長が没すると、豊臣秀吉と対立しました。翌年、賤ヶ岳の戦いで秀吉に敗れた後、北の庄城に逃げ込みましたが、包囲されて自害しました。お市の方も勝家に従って自害しました。